はーい、お疲れ様です。元3つです。言論プラットフォームのフォローチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、めちゃめちゃリクエスト多かった話なんですけど、俳優の伊藤英明氏が大延長してるぞーっていうようなね、話なんですけど、こちらですね、海猿原作者が明かす、フジテレビとの絶縁の経緯、出版社とテレビ局は映像化で人儲けで利害一致だーっていうことで、こちら左がね、えー、海猿の原作者の方なんですけど、 海猿がドラマ化されていたわけなんですけどただそれにはねフジテレビとかとトラブルがあったわけなんですよね、まあ、ひどいことされたって原作者が明かしててでその中で俳優からもひどいこと言われたんだっていうことで。 伊藤秀明氏からひどいこと言われたんだみたいな感じになってたんですけどその伊藤英明氏がねそのコメントを読んでですね「いや僕は原作者からもらった絵をめっちゃ大事に今も持ってますからね」っていうのを言い始めるんですけどただこの絵を。 原作者である佐藤氏は私と覚えねえぞーっていうような話になってるんですよね。というよりも初めて会ったのはその後2012年だーっていうふうにもね言われてるんですよね。まあ、とにかく伊藤英明氏が今やばいやつって炎上してる中、えー、その汚名をね返上するかのような投稿したんですけどまさかの本人からもらったものじゃなかったーっていうことで、ね、またあのミステリー的なね大炎上してるというようなお話なんですよね。ということでこの件について見ていこうかなと思います。元道のチャンネル では時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますまあ、ということでですねまずは原作者と海猿のドラマ のトラブルのことについてね、廃棄をこの記事で見ていこうと思うんですけど、えー、海猿、ブラックジャックによろしくなどで知られる漫画家の佐藤氏が2日、自身のノートに死ぬほど嫌でしたと題した文章を投稿。昨年放送の日本テレビドラマ、セクシー田中さんの原作者で漫画家の足原ひな子さんの休止を受け、海猿映像化の際に自身が経験したトラブルを明かしたということで、まあ、ノートの方でですね、こんな投稿してたんですよね、やっぱ記事書いてて。 で、えー、海猿は俳優伊藤英明主演で映画4本が制作されフジテレビのドラマ版も大ヒットしたしかし佐藤氏は2012年に自身の SNS でフジテレビとの絶縁を宣言と、まあ、フジテレビにふざけんなドラマ化やめろみたいなねそんな話になったわけですね同局スタッフが佐藤氏の事務所にアポなし取材に訪れたこと海猿に関する書籍が契約書なしに販売されていたことなどが重なり続編は今後 許可ししななないとしたといとととたたうことででふざけけんなよっってなったわけですね佐藤氏はノートでとても悲しいですと芦原さんを痛み漫画を原作とした映画化のトラブルということで僕の名前を思い出す人も多かったようですと自身のトラブルを取り上げたニュースを引用そしてここ数日当時の出来事がフラッシュバックしていますどうして漫画の映像化でトラブルが頻発するのでしょうかと当時の経緯を振り返り始めた海猿は映像化へ向けて 多くの企画書が届き詳しい話は聞かされずある日映画化が決まっていましたと佐藤氏。漫画家と出版社は著作 管理委託契約をを結び出版社が作品の運用を決める契約書にはつどつど漫画家に報告し許諾を取ると書かれていたがそれは守られず既に企画が進んでいることを理由に映像家の契約書に判を押すことを要求されました佐藤氏は嫌だったが映像家イコール名誉なことだと固定概念があったために了承原作使用料は確か200万円弱だったというということでまあここに書かれてないんですけど 海猿も小学館の出版社になるんですよね。ね映像関係者に会えず、脚本も見たことがない状況に作品が自分の手から奪われていく感覚がありました。それでも漫画と映像は全くの別物であると考えました。そうしないと心が壊れてしまいますと。当時の苦しい心境を振り返ったということで、まあ、原作者はかなり苦しんでたぞと。で、完成した映画は僕が漫画で描きたかったこととは全く違いましたと。納得いいかない出来だ 自分を押し殺し不満を口にすることはなかった一方で出版社への不信は募っていく佐藤氏は出版社とテレビ局は映像化で人儲けしたいという利害が一致しているとし両者が原作者を蚊帳の外に置いて企画の成功のために動く様子を生々しく綴ったと、まあ、かなりノートでいろいろ書いてくれてるんですよねそして2006年に映画第2弾が公開された頃には海猿の原作者を名乗る人物が現れる事態に Mm-hmm どういういこと？映画は2012年の第4弾まで作られてヒットしたがもう無理だなと限界に達し次の契約更新にはノーを突きつけたという自身の経験を振り返りつつ作家のためを思って働いてくれる編集者もいるでしょう誠実なテレビマンもいるはずです不幸なケースもあれば幸せなケースもあると思いますと佐藤氏最後に芦原さんについて繊細な人だったんだろうなという感想をいくつか見かけました多分普通の人だったんじゃないかなと想像します普通の人が つくように傷つき悩んだのだと思いますと思いやり文章を言うんだということなんですけど、まあ、とにかくフジテレビとの間にものすごいトラブルがあったぞっていう話をこのノートでされてるわけなんですけどこの佐藤さんねまあとにかくフジテレビやべえっていう話でもあるんですけどその中にねこういうことでも書かれてたんですよ映画は第4弾まで作られ大ヒットしましたって一度映画の撮影を見学に行きましたたくさんのスタッフが働いていましたプロデューサーが主演派 俳優を紹介するとというので挨拶に行きましたと撮影前だったらしくその俳優はピリピリしていましたプロデューサーが話しかけると原作者喋んなきゃダメと吐き捨てました嫌なやつだと思いました、まあ、こういうことを言ってて、まあ、この俳優の態度がひどいということで原作者である佐藤さんが来たのにえー、それ会わなきゃダメ喋んなきゃダメみたいなことを言ってたとあまりにも失礼な対応だったみたいなんですよね、まあ、そしてこの俳優が主演の伊藤英明氏 だったというふうにね、えー、ネットでは話題になってたわけなんですよおいおい伊藤英明態度やばすぎるだろっていうことで炎上してたんですけどそれに応えるかのように伊藤英明氏がインスタグラムにこのような投稿をしてるんですよねこのアカウントが伊藤氏のでなんですけど、えー、この写真伊藤英明さんへっていうねまあ海猿の絵を描き下ろしたものに伊藤英明さんへのメッセージと、えー、原作者の名前が書かれてるわけなんですけどサインがね、えー、ドラマ面白かったです かっこいいい大にに期待しててて、みますという,ふうに書かれててこの絵を上げてコメントしてるんですよね伊藤英明氏が記事を読みましたよってあのノートのことだと思うんですけど海猿は僕にとって一生の財産です未だにありがたいことに海猿が大好きでしたと声をかけてくださる方手紙をくださる方インスタグラムにメッセージをくださる方がたくさんいらっしゃいます約20年前現場に出向いてくださり佐藤先生にいただいた原画を今も大切にしています撮影に携わったた全員で過ごした時間も、 作品も自分の宝物ででっていうことで、まあ、伊藤英明氏ひどい対応で原作者会わなきゃダメとかって言われてたはずなのにいや僕は大切に、えー、佐藤さんからもらったこの絵をちゃんと持ってるんだっていうふうに発信し始めるんですよ。まあ今のおめえというか嫌なやつっていうイメージをかき消すためにこの発信をしたんですけどこれに対してまた佐藤さんがアンサー的ノートをね、えー、発信するわけなんですよね。えーでなん って言われてたかというと、う伊藤さんがインスタグラムに投稿した後伊藤さんの大人な対応に自分の未熟さを恥じるばかりですところでイラストに書かれた日付を見ると2005年となっています僕が撮影現場を訪れたのは2012年もしくは2011年の一度きりですってさっきのね、えー、一度言っただけですっていう時だよ映画第4弾の話だよねでその時しか言ってないよって2005年に伊藤さんが会ったという佐藤先生とは一体誰だ あったのでしょうかっていうことでアンサーされてるんですよねえどう,いうどういうことだって伊藤秀明氏はえ佐藤 先生から頂い,いたこの原画大切にしてますよって言ってるんですけど佐藤さんは2005年には「あってねえぞ!」って発信してるんですよね。えじゃあどういうこと伊藤英明氏は2005年にこの絵をもらったのは誰なんだーってなってるわけなんですよね。まあそこら辺がですねさっきの記事にも戻るんですけどノートに書かれていたここなんじゃないかということでそして2006年に映画第2弾が公開された頃には海猿の原作者を名乗 る人物が現れる事態でってえ、自分以外に海猿の原作者だって言って言ってるやつがいるぞっていう話になってたみたいなんですよね。え、誰だよってドッペルゲンガーじゃんありませんって。 もうほんとやばいことになってたみたいなんですよね。だからフジテレビ側が用意したのか、なぜか原作者がもう一人いる状態だったらしいんですよ。わけわかんないよね。じゃあもしかしたらこの原作者が成りすましてサイン書いたんじゃねえのとかいろいろ言われてるわけなんですけど、まあ、この人がね、まとめてくれてたりもします、今回の話。ざっくりと改めておさらいすると、20年前、伊藤秀明さんがもらった原画、謎の人物が渡していた説が浮上。佐藤氏は嫌なやつだと 思いましたというふうにノートで書いて伊藤英明氏は20年前佐藤先生にもらった原画は宝ですって言って佐藤先生は「それ渡したの私じゃないよ」ってなんかすごいことになってきました一体2005年に伊藤英明さんに原画を手渡したのは誰だったんでしょうかそっていうふうにミステリー化してるんですよねこれ。でねいろいろと検証もしてくれてるわけなんですけど伊藤英明が もらった原画サイン佐藤さんのサインの比較ということで他の佐藤先生のねサインと比較してくれてたりするんですよ。で若干ね違うんじゃねっていう書き方のところに。 えー、癖がが違ううんんじゃねってていうのが言われてるんですけど佐藤の差とかあと一番下のこの文字も若干違くねっていうふうに言われてるんですけどただねこれネット上でもいろいろね話題になってるんですけど結構佐藤先生ここら辺の癖が毎回ちょっと変わるらしいんですよね、まあ、なので本人が書いたっていう説もあるんですよねただ忘れてるだけなんじゃねえのかっていう言い分もあったりするんですけどただですね佐藤先生の言葉をよく見るとですねところでイラストに書かれた日付 を見ると2005年となっています僕が撮影現場を訪れたのは2012年の一度きりです2005年に伊藤さんがあったという佐藤先生は一体誰だったのでしょうかとまあ、ここに書いてある通りあの絵とかサインを書いてないとは言ってないんですよね あってない渡していないというような表現になってるわけなんですよまあそれはねこんな大きな枠にも入ってるようなものにサインとかも書いてるんだったら書いたこと自体は覚えてるはずですよねまあなので小学館のスタッフが先生に書かせてそれをただ渡しただけなんじゃねえのかという風うに言われてたりまあだとしたら原作者を名乗った上で渡してるんですよね誰かが、まあ、なぜか制作の現場に、えー、原作者を名乗るもう一人の存在が現れちゃってる なんですよじゃそれーっていうことでねネットで今話題になってるんですよねまあいろんな見方があるんですけど意見見ていくとサイン見て言えることは書いた人は別人としか思えんとだけということでもうこれ佐藤先生が書いたサインじゃないんじゃないのかって誰かが成りすましてんじゃないのかっていう意見ね名字の人弁の書き方が上の人の書き方は上下のバランス悪い下のご本人のバランスはまあまあ普通だとか、まあ、筆跡からそういう考え方をする人がいろいろいるんですよ苗 文字は養子やら結婚やらしない限りは永遠に変わらないから本人なら急いで書いたとしてもバランス悪くなることはないぞっていう風にね言われてたり他には怖い怖いけどなぜ伊藤秀明は2005年に挨拶しサイン入りの原画を受け取り宝ですと今でも大切にしているくらいなのに2012年には原作者挨拶しなきゃだめなどと言ってしまえるのかって確かにそうだね。 まあだって今回の話、伊藤英明氏はインスタグラムで否定はしてないからね、このひどい対応に関して、えお僕そんなこと言ったりしませんよなんて言ってなくて、たださっきの絵をあげて大切に持ってますよしか言ってないから、まあ、この対応した可能性は全然にありえますよね。<laughs> まだとしたらなんか時系列むちゃくちゃだよね。とか、他には、えー、もうね、何のギャグだよって、伊藤英明は何回赤っ端を書けばいいんだよっていうのがね、言われてたりだとか、他には何これ って「佐藤さん渡してないってよ」って「伊藤英明さんは説明責任あんじゃないのねえねえ」っていうことでまあ伊藤英明さんもそうですけどフジテレビのこの制作陣はどういう状況だったのって話ですよね。とか他には「面白い」まあ「リプや引用にざっと目を通したところ大方現場にいらしたのは原案の小森先生で原作の佐藤先生のサインを渡したのは小学館の担当編集者なんじゃないの?で」でその2つの記憶が伊藤英明さんの中でミックスされて だと海猿が原案と原作と2人の先生がいるから混同するのも仕方ないかと思って、まあ、今回ね玄團の小森先生って人もいるんですよ。 まあ、それでごちゃごちゃになったんじゃねーっていう風にね、言われてるんですけど、まあ、それぐらい現場では原作者の威厳っていうのはあんまりないということの裏返しでもあるような気はしますけどね。こちらもいいね、させていただきますね。まあ、どっちにしても、伊藤英明さんがひどい対応したっていうのは、今のところ否定もされてないし、変わりはないんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、あともう一つ、フジテレビの現場ってもうぐちゃぐちゃでやばいなーっていうのが明るみに出たというのはそんな話だと思います。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、 ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。